皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第165弾1回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず漢字2文字、水を。次はの。これはみ。2文字、かと。次はの。2文字、おんとき。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。水尾の帝のおんとき。水尾の帝のおんときとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。漢字3文字です。左、大便、左大便。次は、の。これは、む。2文字、すめ。これは、あたり、へんという漢字ですが、これは、下のんと合わせて、へんと読みます。次は、の。2文字、みや。これは、す。次は、ところという漢字を崩したものです。2文字、とて。次は、い。2文字、ます。2文字、かり。2文字、ける。次は、を。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。左大便の娘、便の御息所とて、いますかりけるを。左大便の娘で、便の御息所という方がおいでになったが、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、み。2文字、かと。次は、ご。2文字、くし。次は、お。2文字、ろし。2文字、玉いて。次は2文字、のち。次は2。3文字、ひとり。次は、い。2文字、ます。2文字、かり。2文字、ける。これは、を。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。帝、身ぐし、おろし、たもうて、のちに、ひとり、いますかりけるを。帝がご出家なさったのち、ひとりでいらっしゃったが、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、二文字、歳。二文字、中将。これは、忍ぶという漢字を崩したものです。次は、ひ。次は、て。これは、か。2文字、よひ。2文字、けり。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。在中将、忍びて、通いけり。在中将はその方のところへ人目を忍んで通っていたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、中将。これは、や。2文字、麻痺。2文字、糸。次は、お。これは、も。2文字、くし。次は、て。2文字、わつ。2文字、らひ。2文字、ける。次は、を。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。中将、病、意図、重くして、患いけるを。中将は病気が大層重くなって苦しんでいたが、となります。
次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、もと。次はの。これはめ。次はともという漢字を崩したものです。次はも。2文字、あり。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。元のめどももあり、本妻たちもありとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、これ。次はは。2文字、糸。3文字、死の日。次は手。2文字、ある。2文字、こと。3文字、なれは。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。これは意図忍びてあることなれば。このことは大層人目を忍んで行うことだったのでとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはえ。次はい。これはき。次はも。3文字、とふら。次はひ。これはたもうという漢字を崩したものです。2文字、はす。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。え、息もとぶらいたまわず。行ってお見舞いなさることもおできにならずとなります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。